オデオ洋塚さんでございます。お対応上のペガサス田中でございます。お願いします。お願いします。はい、もう5月も20、はい、あと1週間ぐらいで、あと1週間ぐらいで終わりという。早いですね、しかし、はい、はい、早かったです。はい、あ、ちょっとあの電話なんで喋っててください。あ、わかりました。電話、もしもし、ですね、今日はですね、皆さんにアクティブスピーカーのご紹介をしたいということで、朝からね、洋介管理人と一緒に撮影をしてるんですけれども、私が1ヶ月の休みに入っていて、4月いっぱい休みに入らせてもらったんですが、5月になって復帰して、まあ、約3週間ぐらいね、1ヶ月休みだったんで、徐々に、ね、こうペースを上げていきたかったんですけど、もう初日からいきなり撮影で、まあ、だいぶもうここに来てちょっと疲れが出ているような感じがしています。最近のトピックスとしてはね、もう皆さんにね、お、戻ってきました。ご案内してるんですけど、60回のね、分割のローンが非常に好調なので、6月の確か末前でだったと思いますんでね、皆さん振るって、あ、分割の話、分割の話です。あ、はい、そうですね。もうお米がなくなっちゃうかもしれないですよね。そうそう、お米なくなっちゃうんでね、はい、奥様対策必須のお米が、はい、皆さんぜひ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 よろしくお願いします。はい、はい、今日が JBL、 今日が JBL のですね、はい、うん、新作のスピーカーの 4329P と呼ばれる、はい、アクティブ型のスピーカーですね。こちらです、じゃじゃーん、はい、うん、でちょっと前に、はい、4305P というアクティブスピーカーが出たんですけれども、まあ、それのお兄ちゃん分に当たると。なるほど。いうことですね。結構大きさの見た目は違うかなと、うん、だいぶお兄ちゃんですね。だいぶお兄ちゃんですね。まあこれはもうウーハーの大きさも違えば、ホーンの大きさも全然違いますので、うん、まあ当然違うんですけど、そうですね、まあ、どれぐらい違うのかっていうところと、あとはやっぱりアクティブじゃないですか。なんでまあアンプの性能なんかも非常に重要になるので、はい、そうですね、はい、そういうとこですよね。そうですね、うん、まあ、お値段も結構、はい、違うと。なるほど。いうところなので、まずちょっとですね、はい、まあ、外形的なですね、はい、比較をしてまいりたいんだが、はい、ちっちゃい方から、ちっちゃい方からはい、まいりますけど、はい、4305P ですね、はい、こちらのちっちゃいやつ、はい、こちらがですね、まずウーハーのユニットですね、はい、が、133mm、はい、13.3cm ですね、はい、直径の、パルプコーンウーハー JW130P4 を使用しております、はい、で、こちらのですね、ハイの方ですね、はい、こちらが、25mm 系リングコンプレッションドライバー、はい、2410H2 プラス、HDI ホーン、まあ、この部分ですね、はい、を使用しております、はい、で、アンプの出力が 300W になります。はい、はい、でクロスオーバーは、1750Hz、はい、ということなんですが、外径寸法ですね、はい、こちらが、横が210、はい、縦が、336、はい、奥行きが、235、うん、で重量が、プライマリースピーカーとセカンダリースピーカーとあります、はいはい、要は、こっちの方が、コントロールの、あの、なんかプリアンプ、プリアンプ、コントロール内蔵、はい、になってます。で、こっちでコントロールして、はい、こっちで、ランで送っていると、はい、音を渡すってことですね、はい、はいはい、いう状況でございまして、はい、プライマリースピーカーの方が 6.6kg、はい、セカンダリースピーカーの方が 6.4kg と、はい、やっぱ重さも違うんですね、まあ、当然ながら。そうですね、はい、で、2022年の4月発売にと、うん、いうことでございます、はい、で、ペアで22万円という。なるほど、なるほど、はい、まあ、一瞬、って思うけど、アンプが入ってます、ね、入ってますからね、はい、ネットワークもフル対応してるということなので、はい、いいんじゃないかなと思います。なるほどです、はい、続きましてですね、はい、今回、2023年の5月25日発売の、はい、4329P というものですね。これ P って、何の P ですかね。あ、まあパワーじゃないかな。パワー、なるほど、なるほど。でもパッシブっ
パッシブで P を使う場合が結構あるから、なるほど、ややこしいですよ、ややこしいですね、はい、なるほど、この P は多分パワーとかそういう意味だと思うんですけどね、うん、プロフェッショナル違うかな、まあ、いいパワード、はい、そんな感じですよね、だと思いますけどね、はい、で、こちらのですね、はい、ウーハーに関してはね、200mm、もう全然違いますね、大きさが。そうですね、はい、JW200P4、うん、という感じですね、はい、で、ツイッターですね、ここ重要ですけど、はい、一緒です、はい、これ一緒なんですか、K は 25mm、はい、K コンプレッションドライバー 2409H、 ちょっと型が違うんですね、ちょっと違う、1個だけ違うんです、はい、はい、こっちが 2409H を使ってて、はい、こっちは、2410H2、うん、という感じですね、何が違うかはちょっと分かんないですね、はい、分かんないですね、で、はい、アンプの出力ですけど、はい、これが結構違いまして、総合で 600W になってます、全然違いますね、はい、いう感じでございます、はい、ローの方が 250W×2、はい、で、ハイの方が 50W×2 と、なるほど、で、クラス D のパワーアンプになってます、パワフルですね、はい、はい、ちなみに、こちらの弟くんの方は 300W、はい、ローが 125W×2、はい、ハイが 25W×2 ということになるので、ほぼ2倍のパワーがあるというイメージでしょうかね、はい、はい、で、クロスオーバーはちょこっと下がってまして、1675Hz、はい、という感じになります、はい、で、あとはですね、はい、スペック的な話でいくと、はい、ちっちゃいやつ、大きいやつで再生周波数帯域ですね、はい、こちらがですね、小さい方が 45Hz から 25kHz、はい、で、大きい方は 28Hz から 25kHz と、で、上は変わらないんだけど、下が、ちっちゃい方は45、はい、大きい方は、28と、全然違いますね、はい、いうことで、まあ、全然違うなぁということでございます。で、外径寸法なんですけど、はい、横が320、はい、で、高さが516、はい、奥行きは、322、はい、という感じですね、はい、で、プライマリースピーカーの方が、重量が 15.7kg、 セカンダリースピーカーの方が 15.6kg、 これは、100g しか違わないということになります、うん、というのが、まあ、主な仕様の違いとなるのではないかな、ですかね、入力に関しては、入力に関しても、まあ、同じだけど、ほとんど一緒ですね、ただペガサス、Bluetooth のバージョンが、4305P、はい、弟の方が 5.1、はい、で、こちらのですね、今回出る4309か 4329の方は 5.3 ということなんで、若干進化はしっかりしてますですね、はい、という感じでございます、はい、はい、で、一応ですね、これスピーカーのスタンド、お、スタンド、はい、に関して、はい、今これ汎用のやつを使って、そうですね、汎用のやつですけど、まあ、今回4329の方の紹介なので、スピーカースタンドは、別で JBL の、スタンド JS80、ペアで 44,000 です、ね、なるほどです、はい、これが適合、まあ、専用ではないんですけど適合するという感じになっております、はい、まあどうですか、ペガさん、この2つ、まあ大きさがやっぱりもう全然違うので、うん、もうこっちの方が、うん、より JBL の雰囲気とかを出してくれて、うん、まあ、こっちのちっちゃい方が軽快なのかなというような想像はしてるんですけど、なるほど、まあでも、ね、あ、お値段要するにいくらでしたっけ、こちらは、これね、はい、いや書いてない、あ、書いてあった、書いてありました、なんと、はい、いきますよ、なんと56万1000、ほんと、なかなか感知力なく、いやだからこれ22万円ですから、はい、こっち56万1000なんで 2.5倍、全然違う、全然違いますね、という、まあ、見た目はね、まあ、確かに全然違いますからね、うん、まあ、音がでもそれだけの差があるのかなっていうところも含めてと信じたいです、ね、信じたいですね、はい、うん、まだ全然聞いてないんで、ちょっと、はい、入力端子とか端子系の方をですね、はい、
ちょっとペガサス解説をお願いしたいんですが、はい、どうすればいいの、まあ、まあこっちか、まあ、こっちですかね、一応こっちですね、はい、でボリュームがあってフロントにね、フロントにでちょっと今ね電源が入ってないんであれなんですけど、こう左からストリーミングとかネットワーク系で Bluetooth、USB、光オプティカルで、これがキャノンかな、キャノンです、キャノンです、 XLR、 これが多分、3.5mm ですかね、はい、でソース、ここで切り替えていただくと、こうランプがね、インジケーターが映って入力の切り替えができると。めちゃくちゃ使いやすいですよね。分かりやすいですよね。でペアリングの場合もあのボタン式になってますね。はい。はい、まあ、どうせ長押しとかそういう、そう、ね、説明書みたいなのないです。はい、で、はい、あで一応ホームですね。はい、これがまあ 2.7 ミリみたいな。なで、ホームになってるという感じです。でこちらウーファーになりますね。20センチですね。はい。いう感じになりますね。これはどういうウーファーなんだろう。紙ですね。紙っぽいとしますね。はい。うん、で、うん、バスレフが。バスレフ。はい。で、基本構造としては、こちらもまあ、似たような感じになるんだが、値段は全然違うぞと。うん、全然違いますね。裏見てみましょうか。はい、裏。裏いかがでしょうか。お兄ちゃんから。あ、もうシンプルな感じながら、いろいろありますね、端子は。キャノン。キャノンオグジュアリーのインプット、はい、ですね。で、これ光、光、USB、USB、はい。で、これはネットワークですかね。隣のスピーカーに行かせるためのネットワーク。で、サブウーファー、サブウーファーアウト。で、LAN。ですね。まあ、シンプルですね、構成的には。はい。はい、で、あとベースのアテネタもついてますね。ゼロデシ。本当だ。これですね。微調整できる。微調整できますね。はい。なかなか。であと特徴はですね、はい、ヒートシンクが、あ、本当だ、こっちの方はついてるとうんいう感じで、まあ倍の出力だなっていう感じはしますね。なるほどです。で、弟くんの方、はい、じゃあですね、一緒ですね、見た感じはほぼ全然一緒か、ね、ほぼ一緒ですね、ヒートシンクぐらいなのかな、ね、まあまあみたいな感じです。わかりやすいですね、非常にシンプルで使いやすそうです、うん、うん、あ、音違う、全然違う。あ、こっちの方がいい音がする。あ、いい音っつうかさ、はい、こんだけ違うと、うん、鳴りが違いますね。鳴りが違いますね、完全に。うん、音が違う、まあ、違うな。違いますね。これはね、結構テイストっていうか、はい、総合的な路線は一緒なんでしょうけど、はい、結構違う可能性はありますね。可能性はありますね。はい、いうことで楽しみだな。実際に聞いてみますかね。はい、はい、はい、ということでお待たせしました。今から Spotify コネクトで洋介管理人がいつものあれをかけさせていただきますので、まずね 4305P からおかけしたいと思います。There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem. She is a special one, she's never seen the sun. She only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming.She's growing in the street, right up through the concrete, but soft and sweet and dreamy. There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem.Start a fire there and then I lose control and have to beg your pardon. I'm going to pick that rose and watch her as she grows in my garden.
ということでお待たせしました。 4329P に切り替えましたので、こちらでね、スパニッシュハーレムをおかけしたいというふうに思います。There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem. She is a special one, she's never seen the sun. She only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming.Growing in the street, right up through the concrete, but soft and sweet and dreamy. There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem.でしょうか。はい、お願いします。デカサス田中が送る田中さん、はい、ありがとうございます。はい、まず最初に 4305P をね、はい、お聞きいただいて、うん、で、まあ、4329聞いたんですけれども、はい、まあ、大まかな音のベクトルみたいなのは一緒かなというのは思ったんですけど、うん、やっぱりですね、はい、箱の大きさとか、あとそのアンプの性能っていうのも全然違うので、こちらの方がね、なりっぷりがすごいいいなと、余裕感があるなっていうのは感じました。うん、でも、思った以上に 4305P も良くなってくれてて、うん、で JBL の音がすごくするなというのは思いました。うん、で、まあ、たまにね、オタイオーディオ TV でもパワード系のスピーカーのご紹介するんですけど、うん、まあ、大体ですよ、大体がやっぱモニターっぽいなと、音が。うん、まあ、普通にその、なんていうのかな、作曲したりとかリスニング、どちらも向いてるというか、うまくできるようなスピーカーかなというふうに思っていたんですけど、はい、これはね、まあ、まさに JBL の音がするなという感じは私はしました。で、何が言いたいかっていうと、やっぱり、はい、その本当にオーディオ好きでリスニングが好きで、うん、JBL が好きな人に対して、うん、全然使っていただけるスピーカーかなというのはね、ちょっと正直思ってちょっとびっくりしました。なるほど。なんか思ったよりすごくいい音するぞみたいな、うんうんうん、でやっぱり皆さんでネガティブになってらっしゃる方も少なからずいらっしゃるから、そのパワードだとかアクティブっていうところに、はい、でやっぱそこってその、うん、ね、まあ、いい意味でも悪い意味でもモニターみたいな音がするんでしょうとか、はい、アンプ変えれないんでしょうとか、やっぱりそういうような思い、まあ、私もそうなんですけどあったんですけど、 これはね、本当すごく JBL してるので、うん、すごくそういう方にこそね、聞いてほしいっていうのと、うん、もちろんね、4329P 素晴らしいです。これね、やっぱ50万超えてるっていうだけあってね、はい、かなりパワー感もあって、うん、でやっぱ一番思ったのは、こう広域の、先ほども申し上げた余裕感からくる抜けの良さであるとか、広域の美しさみたいなのは、はい、うん、すごくあって、あ、最初ね、洋介さんにとこ
叩いたじゃないですか、うん、箱で音が、ね、全然違うので、うん、ナニプレもねかなり違う、その音のテイストが違うのかなって私も思ったんですけど、もうよくうまくまとまっていて、これもちゃんと JBL の素晴らしい音がするなというふうに思いましたね、うん、なるほど、はい、はい、でこれで、まあ、アンプ付きでね50万っていうふうに考えていただければ、うん、昔の4329よりちっちゃいのかなとは思うんですが、当時でも40万50万したような記憶があるので、うん、同じグレードのモデルが、はい、まあ、それにアンプが付いてるというふうに考えれば決して高くないんじゃないのかなというふうには思いました、うん、以上です。はい、吉川いかがでした。まあさすがだなということですよね、うん、はい、でまあ一応その開発の背景がどういうふうなのか知らないんですけど、うんうん、これをまあ去年出して、ね、まあ、かなり好評だったと、好評だったんでしょうね、これだったと、はい、いうことで、まあ、こっちも行こうかという、うん、もうちょっと本格的なものが欲しいという方で、はい、っていう感じなんだけど、はい、普通にですね、はい、なんていうかな、三角形組んで、はい、スタンドやって、はい、リスニングでっていうところで行ってもですね、はい、この4305でしたっけ。はい、4305です。確かにペガサスが言うようにめちゃくちゃ出来がいいです、はい、いいですよね、びっくりします。非常に出来がいい、改めて聞いたら、はい、はい、うん、っていう感じだったんですね、はい、なので、まあ、かなり強敵だなというふうには思ったんですけど、はい、まあ、こっちにしたらですね、基本的なアンプとかの自力、はい、あとウーハーの貢献も含めて、うん、自力が全然違うなと、はい、で、まあ、僕はもう奥行き感とかですかね、やっぱり土台がしっかりすればし、うん、する分上の方の解像度が良くなるような気がするし、うん、で音に余裕があるから音楽にこうなんか没入できるみたいな、そういうところのグレードが全然違うなというのは思いました、はい、うん、ただペガサスが言うように、うん、22万と50万55万ぐらいみたいな感じなので、はい、これなんか新作のプロモーションをしないといけないのに、はい、これが結構いいなみたいな、そうですよね、うん、思った、うん、お金があるんだったらこっちがいいんですけど、いや全然こっちの方がいいです、はいはい、でもなんか小型でお金がないっていうようなシチュエーションだと全然こっちでもありかなと思わせてくれる、なるほど、なんか説得力があったんじゃないかなと、なるほど、はい、ただペガサさん、はい、例えばテレビ横に置く場合とか、はい、そうですね、うん、テレビのオプティカルから、はい、これバチッとつないで、はい、でも映画をネットフリックスとか見るみたいな、最高ですね、低域の量感とかはもう多分圧倒的にやっぱりこっちの方がそうですね、いいですよね、かなり映画館に近いぐらいの低域がしっかり出せば、うん、しっかり出る、出そう出そうです、はい、いうのはめちゃくちゃ思いましたね、はい、うん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 、であとはやっぱりどうだろう、若干やっぱりチープな感じがこれと比べるとしてしまうという、なるほどなるほどです、まあまあしょうがない、しょうがないですけどね、いやよくできてますけど、ね、よくできてますね、非常にバランスいいスピーカーですね、はい、ただこっちの方がやっぱりちょっと格が違うなという感じはありました、はい、まあ総じてですね、この 4305P4329P に関して、はい、めちゃくちゃ便利だなと、うん、うん、アクティブはい、やっぱりオーディオの中でも、まあ、応用が効かない、応用が効きにくいですよね、音が悪い、音が悪い、うん、とか、うん、拡張性が少ないとか、はい、まあ、みたいなネガティブな要素があるかもしれないんですけど、はい、これはもう全部クリアしてますよね、うん、USB もいけるし、そう USB がいけるのがね結構便利ですよね、いや結構便利ですね、はい、はい、いうことなので、はい、例えば、セカンドシステムとか、うん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 、でまあリスニングルームでちゃんとしたように置いといて、セカンドルームではちょっと柔らかい、あとリビングとかね、あ、リビングとかいいかもしれないですね、うん、おしゃれ度も高いですからね、確かに、はい、いう感じで使っていただくのもいいし、はい、まあメインシステムとして、で、あと最近ですね、はい、時代は変わったなと思うんですけど、時代は変わったんですか、はい、ごたごた起きたくないと、あ、シンプルに行きたいと確かに、そういう人がいるんですね、なるほどです、はい、そういう人というか、まあ、そういう人が多いかな、そういう人の、そうですね、はい、っていう意味では
非常に時代にも合ってます、うん、で奥さんとかにもうあんまごたごた置かないでというふうに言われてる人はもうこういうのでもう一発でポンと、あ、それがいいかもしれないですね、このご時世です、令和の今だからこそ。そうです、はいはい、でも奥さんにも Spotify とかそういうのをインストールしてあげて、あ、Apple Music とかでもなんか生き物係とかほらみたいな、喜びますよ奥さん、うん、はい、っていう感じで、家族みんなでハッピーに楽しめるっていう感じはあります。で、音質に関してはですね、ペガサスが言うように、もうもろ JBL です。JBL でしたね。良くも悪くも JBL です。そうです、良くも悪くも JBL です。だから、定期とか、まあ、いつもね、YouTube 見てくれてる人とか、まあ、例えばなんかどうなんでしょうね。ちょっとなんかソリッドなハイエンドスピーカーとはまた定期の出方は違うかなという感じなんですけど、それもやっぱ JBL だなという感じはしたし、ひたすら気持ちいいよね。気持ちいいですね。うん。聞いててなんか嫌な感じがしないですね。そうですね。うん、もうパワー感は言うまでもないですし、はい、非常にですねバランスがいいし、うん、もう最新型の現代の JBL、うん、っていう感じ、っていう感じしましたね。しましたしました。はい。であとは電源ですね。電源、はい、電源をケーブルこれ変えてもらうとですね、あ、そうですね今普通の電源ですもんね、これ、うん、これはね、はい、オーディオファンだったらセカンドシステムとはいえ結構マストで変えてもらった方がいいのかなと。そうですね、はい、うん、まあアコリバのソリッドなんとかとか、はい、まあゾノトーンとか、ゾノトーンとかもいいかもしれない、ね、親指とか、はい、まあみたいな風で、ちょっと電源はね、アンプとか買わなくていい分、こだわってあげた方が。相当変わりそうですね。うん。唯一のチューニング、唯一が数少ないチューニング。そうですね。でも電源ぐらいしかないですかね。あとランケーブルぐらいしかないですからね。そうですね。はい。ランもでも、そうですね。はい、そのネットワークから飛んでくるランのケーブルは、それを聞くでしょうね。聞くと思います。うん。これとこれをつないでるランは、なんか変に変えたくない。そうですね。あんまり変えると音がね、バランスというかチューニングが変わっちゃうかもしれないですね。うんうんうん、まあみたいな感じですね。はい、であとはですね、その感じたのはちょっとごめんなさい、話は前後して恐縮なんですが、4305P と 4329P で、まあ本のドライバー一緒だと、はい、本の大きさは当然違うんですけど、違います、はい、ウーハーの後継ですね。これのですね、タイムアライメントみたいなところ、非常にうまくいってて、うん、どうしてもこっちの大きくなればなるほど、やっぱりな、モワンと出てくる低域が、スピード感はやっぱ遅くなるので、そうですよね。はい、こっちの方がシャキシャキしてて、うん、みたいなところなんだけど、まあ、これも冒頭でペガサス言ってたけど、一緒のベクトルで違和感なく聞けたので、うん、予算とかサイズとかに合わせて、選んでいただくっていうのは非常にいいんじゃないかな、はい、そうですよね、うん、なんかこうつけがたいというか、その人によって書いていただけるぐらいのクオリティが両方ともある感じでしたよね。はい、はい、ですね。で、あと、はい、これもなんかいいのか悪いのか、まあ文句が来るかもしれませんけど、はい、最近ね、そろそろ就活しよっかなみたいな、オーディオ就活、うん、あそういますね、これが最後だからっていうお客様も、そうそうそう、ていうかもうあんまりごたごた起きたくないとか、はい、そもそもモテないとか、モテないとか、はい、っていうオーディオ就活、ね、はい、結構いいじゃないですか。なるほどね、いいじゃないですか、姉妹のオーディオ機器には。そう、アンプとかも全部売り払って、うん、CD プレイヤーとか、うん、もうこれだけにするみたいな、これだけでいけますか。いけますよね、うん、なんか余ったお金もそれこそなんか旅行とか美味しいものに使ってもらった方がいい気がしますけどね。お便りに来てもらって、はいはい、ぜひね、お便りに、まあみたいな、はい、シンプルシステムをシンプル化したいっていう方にもめちゃくちゃいいなと思いますね、はい、だからなんかあれですよね、その変な子供だまししてる感じは全くないよね。そういう超本格派ですね。本格派ですね。もうちょっとね、正直ごめんなさい、チープかなと思ってたんですけど、思った以上にいい音で本格的だなと思ってました。例えば、はい、ペガサさんの、はい、これがね、もしパッシブだとした時に、はい、アンプってどこら辺のクラスのどれぐらいの音が しましたか。やっぱり、うん、普通に3、40万ぐらいのなりはしてたんじゃないかな。違和感がなかったので、うん、でやっぱりオタイオーディオでもこの
ちょっと 430OP はもう置いといても、4329ぐらいの大きさの、はい、まあ、JBL であれば、やっぱいつも2、30万ぐらいのアンプで鳴らしているので、うん、それでも全然弾けを取らない感じはしましたし、うん、音のその作りみたいなもの、うん、音の世界観みたいなもののまとまりはすっごい感じたので、うん、なんか下手なアンプを当てがうよりかはいいのかなっていうふうに思っちゃいましたね。なるほど。3、40万でひょっとすると場合によっていいかもしれない。なるほど、はい、うんうん、感じがしましたね。あの結構、はい、まあハーマンじゃないですか。ハーマンさんですね。JBL っていうかハーマングループなんで、まあね、マーク・レビンソン。あ、そうか、レビンソンがあるじゃないですか。あの、はい、いろんな、はい、あのグループで一緒に会って、はい、まあ、要はもう JBL 単体で、うん、アンプの制作なんかももうノウハウが持ってるんで、なるほどなるほど、はい、非常にあの質が高い、まあ、そのマーク・レビンソンが入ってるかどうか知らないですけど、まあ、分かんないけど。そうですね、ただ技術が入ってる可能性は、うん、あのひょっとしたらあるかもしれないし、うん、そのペガサスが言うように20万30万この辺のですね、アンプのクラスの音はしますよね。しますすると思います。で、あとはまあ非常にこいつに限っては本当にパワー感があるんで、うん、まあ、出音に余裕がある、はい、で、あと僕が思ったのは、はい、まあ、どうせデジタルアンプですよね、どうせっていうか、まあまあそうですね、 おそらくそうですね、はい、この重さからいっても、はい、で、JBL の世界観を損なわないぐらいのいい感じの SN なんで、あ、なるほど、確かに確かに、そうかもしれないです、うん、最近のなんかもうめっちゃ綺麗な感じで、感じパキッっていう感じでもなかった、うん、ではないですね。うまいと思います。うまいよね、うん、絶妙なところと。あんまりパキッとしちゃうと JBL っぽくないじゃんっていう風になっちゃうと思うんですけど、うんうんうん、そこの世界観の作り込みもいいですよね。うまいと思います。だから例えば、まあ、今レベッカ・ピジョンかけましたけど、はい、50年代とかの40年代とか50年代、うん、60年代とかのそういうジャズ、うん、合うと思います。レガシー的なジャズだったりだとか、うん、もう全然いいし、かといってある程度の清潔感というか、うんうん、クリアな感じありますよね、はい、もあるから、うんうんうん、女性ボーカルなんかも聴いてみたいなと思うし、うん、そうですね、まあ、J-POP とかロックとか、うん、そこら辺はなんか お任せあれって感じです。得意分野ですよね、うん、そんな感じっすよね。そうなので結構何でもいけんじゃないのみたいな、うんうんうん、でいろんな楽曲をねあえて聴いてみたいなみたいな、そんな、なんかワクワク感のあるスピーカーですね。ね、うん、これでいっかってなっちゃいそうな。なっちゃいそうです。はい。なんか嬉しくもあり怖くもあり。いやそうです、これ買っちゃったらおしまいな気がする。おしまいだってね、ゆうすけ管理にお対応料としてはアンプ買ってもらえないからちょっとどうなのかなっていう感じはしなくもないですけど、まあ、ちょっとね嫌ですよね。でもなんかセパレート、まあアクティブアンプ内蔵スピーカーの不利なところ。不利なところみたいな感じましたか、うん、そうですね、まあオーディオマニア目線から言ったら、まあ、うん、さね、冒頭に申し上げたように、あのなんかいっぱいつなげたいとかアンプもつなげたいみたいな、うん、まあ、そういうところになるんでしょうけど、うん、そういう人ってやっぱりもう今やごく限られてる方なのかなと思った時には不利なところはないかなと、うん、なるほどね、多分そういう方はまた別にねお持ちだと思うので、うん、新しくそのセカンドシステムに入れていただくっていうような見方で見てもらえればいいと思いますし、どちらかにも言われたようにそのご家族に聞いてもらうっていう意味ではむしろ有利なのかなと、このシンプルさのところは、うん、うん、まあ、うん、あとはそうだな電源が2本いるってとこぐらいですかね。そうね、それはちょっと面倒くさいですね、はい、うん、まあでもしょうがないですね、しょうがないですね、その分どんだけ楽なんだって話ですか、はい、うん、っていう感じなのと、はい、あとケーブルがさ、はい、なんかそれぞれコンセント、近くのコンセントに挿したら、はい、ケーブルがほとんどなくめちゃくちゃ綺麗に見せてる。逆にこれも大丈夫です。あ、なるほど、はい、なるほど、なんか一点になるとこういう感じで線が、そうですね、今日はちょっとね、ここにコンセントがあるんでしょうがないんです、スピーカーケーブルとかさ、はい、発信の、あ、そっかそっか、ね、そうですね、そうです、あ、そっかそっか。あとはそのホーンとウーハーのつながりなんですけど、うん、4305P と 4329P で、はい、そのクロスオーバーの周波数が、うん、ちょっと変わってましたね、違うんですよね、はい、で、はい、あ、ちょっと待ってね、あ、よかった、はい、
あの今日人が少ないんですいません、ね、はい、どうでした？そう、まあ、非常にこれやっぱね難しい、うん、そうですね、そこまでいくとちょっと専門的になっちゃうかなと思うんですけど、はい、あ、違和感も全然ないですし、ただ、うん、ね、ヨスケ管理人がさっき言われたようにこう意味の良さであるとか駆動するようなそのスピード感も、まあ、こっちの方、良さゼロ方の方が、うん、まあ、やっぱりあるのかなと、部があるのかなと思ったんですけど、4329P、うん、でじゃあそれを感じたかっていうと差は、うん、それほど感じなかったですね、うん、ほとんど、うん、同じぐらいのレベル感だし、違和感という意味では全くなかったです。なるほどですね、はい、そうですね、僕も、はい、クロスオーバー周波数、あ、この辺で切ってるのかなとか思いながら聞いてたんですけど、うん、はい、変な違和感を感じなかったのと、はい、あとはそのタイム感ですね、うん、タイム感いかがでした、はい、タイム感に関しても、はい、まあ、なんで、結構 B&W とか、うん、まあ、ツイーターがやっぱり強いもの、スピード感があるものだと、はい、こういう感じで出てきますけど、そうですね、割と、うん、結構なんかフラットフラットでしたよね。フラット、うん、違和感もなかった。なんかブーミーな感じも ないですね。ちょうどいい感じの低域の量感とスピード感で。ね。うん。さすがですよね。僕やっぱハーマンっていうか JBL っていうか、うん、はい、めちゃくちゃ尊敬してますね。すごいやっぱりこのメーカーは。すごいですよね。すごい。なんか あかんわこれみたいなのが、はい、ほぼ記憶にないですね。ですね、今回も本当に感心しちゃいましたけど、いや素晴らしいですよね、うん、はい、うん、ちょっと1個ぐらいけなしたいな、1個ぐらい、ね、ケーブルが2個でも、なんかそれもなんか今となっては弱点じゃなさそうだし、そうですね、ね、外見もかっこいいしね、かっこいいし、いいんじゃないですかね、うん、あと、はい、ラックは、ラックだスタンドは ねやっぱりね、純正のやつ、純正というか、ちょっとあったやつの方がいい。これはもう今ちょっと、まあね、番組で特別に置いてあるだけであって、ちょっとちっちゃすぎて合ってないですね。そうですね、うん、もうちょっとしっかりしたあの広さと、うん、天板の広さと重量感のあるものにしていただいた方がいいかなとは思います ね、 そうですね。ですよね。ただまあ、その、なんか板の直接、なんかラックの端っことかには、なるべく起きたくない、それは嫌な予感がしますね。ちょっともったいないですね。強心バキバキみたいな、はいはい、うん、のは、ある気はしますね、はい、うん、そうですね、まあ、スタンドにちょっと、うん、お金がかかるというか、かけてもらった方がいいっていうのが、まあ、弱点らしい弱点ですかね。でしょうね、はい、はい、まあ、みたいな感じでございますので、はい、このね、4329P、今年の、まあ5月の末ぐらいと聞いておりますが、うん、はい、リリースされる、発売をされる、される、はい、という、感じなので、はい、どこかで、いや、ぜひどこかで、はい、聞いていただければなというふうに思います。はい、はい、すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。